ロディーなんですよね。だからこの詩はずっと私にこう曲をつけてもらうのを待ってたんじゃないかと思ってます。というわけで昨年の12月、発売された CD 今日も何枚か持ってきておりますので、ゆりが丘の記念に1枚お手元に置いたいかなと思って。ジャケットもあの素晴らしい、飲み屋のマスター、行きつけの飲み屋のマスターが木版画で、手彫りで木版画で、刷ってくれた、ジャケットになっております。レコード会社もアルトランレコードって聞き慣れない名前ですけど、飲み屋の名前なんで、それがアルトランレコード、アルトランって飲み屋さんのレコード会社で、専属歌手は我々だけであります。そんなアルバムを作りました。もう一曲じゃ竹内のうちで、竹内が戦争に取られて、戦争に取られて軍隊からも残ったまだ戦争に取られない友達に同人誌を託してですね、ガリバン釣りの同人誌を作ってたんですけども、それに投稿した南からの種というですね、軍隊の中の様子がすごく雰囲気が分かる詩です。彼の詩って20代から23歳で死にましたけども、ものすごく情景が浮かぶ詩なんですよね。それが彼の天性の才能なんじゃないかなと思います。そんな南からの種というのを2人でお送りしたいと思います。では、会いましょうか。南から帰った兵隊が俺たちの班に入ってきた。マラリアが治るまでいるのだそうだ。大切に持ってきたのであろう木綿袋に見たこともない色んな木の種。俺たちは暖炉に集まってその種を手にして説明を待った。どうもありがとうございます。